鉄道総研、LH02 系電車、ハイトラム、札幌市中央区、電車事業所前にて、車両側面鉄道総研、LH02 系電車は、鉄道総合技術研究所が開発、研究している LRV 試験車。愛称は、ハイトラム、新エネルギー、産業技術総合開発機構からの委託により、鉄道総研、東洋電気製造、g s u a コーポレーション、 東急車両製造、アルナ車両が共同で開発、製作した、河川、バッテリーハイブリッド LRV である、河川から得る電力だけでなく、車両に搭載した 600V リチウムイオン二次電池に、充電した電力を用いての走行もできる、鉄道線での走行も想定しており、河川電圧は直流 600V 及び直流 1500V に対応、最高速度は、 時速 70km である。バッテリーへの充電は走行中、駅停車中に架線から行うほか、回生ブレーキによる蓄電も行う。1回の充電で 30km ほどの走行が可能。急速充電が可能だが、バッテリー温度の上昇は一定の範囲内に抑えられている。2007年10月に一般に公開された、当初鉄道総研内での試験を行った後、 同年11月から翌2008年3月11日まで札幌市交通局での試験走行が実施されていた。北海道の厳冬期の気候に対する耐久性や改正蓄電による省エネ効果などを川崎重工業のスイモと共に試験していた。3月12日の午前中に電車事業所内でトレーラーに乗せられて改装準備に入り、同日午後に搬送された。 2009年11月に陸送で四国にわたり四国旅客鉄道での本線上試験走行が実施された。当初は多度津駅を中心とした電化区間で最終列車後の深夜に走行試験を実施し、同月25日からは高徳線にて非電化区間での試験運転をそれぞれ実施し、最高時速8 0トルで高速走行時の車両安定性及び、 バッテリー走行の持給性等のテストと確認がなされた。2014年7月21日から8月13日まで、富山県高岡市と伊水市を結ぶ、万葉線高岡機動線、新港港線にて走行試験が実施された。走行試験では、万葉線で導入する際の省エネ効果などを調べた。2008年3月9日に、 当該車両を使用した体験試乗会が札幌市で開催された。札幌市交通局によると60名の定員に対して1070名の応募があったとのことである。2010年現在、岡山電気軌道の将来的な延長構想の発表について、環状化されて一部河川列の路線は未来型の充電式電車を登場させての件があり、住みもとともに同様の河川、 バッテリー充電式路面電車である LH02 型も想定されているものとみられる。ありがとうございます。